どうも、ウェブコンサルタントの本橋平介です。今日は YouTube のチャンネルアートが変更できない時の対応方法についてお伝えします。チャンネルアートというのは何かというと、こういうものですね。 YouTube のチャンネルのトップページに表示される画面です。で、こちらが変更できる方はいいんですけども、場合によっては変更できませんというエラーが出ます。で、このエラーが出た時がね、すごい厄介、もう分かんないっていう風になります。僕も昔は分かんなかったので、 Google をログインしてくださいってなるけど、いやもうログインしてるしとか、いやエラーも解除できないしっていうので、すごい困ったんですね。で、今はもちろんやり方分かってるのですぐ直せるんですけども、これね、分かんない人にはちょっと難易度が高い。まあ、ネットにある記事もあるんですけども、ちょっとね、もう画面が変わってて、なんか同じ風にしたらできないという声とかも聞くので、今日はこのチャンネルアートの変更の仕方について画面を見ながらお伝えします。はい、では早速画面を見ながらやっていきたいと思います。チャンネルアートを切り替える場合は、このチャンネルのこのチャンネルアートのところを押します。そうすると、まあ、普通はチャンネルアートを変更するというのができるんですけども、なんかこんな画面が出ちゃうんですね。これを画面の指示通りにログインとすると、はい、またなんか同じ画面になったりとか、できないってなると、これエラーが発生しましたとあります。で、これがね、もう本当解決できなくて困るんですが、解決をしていきたいと思います。まずはこれ Google Chrome です。ブラウザが Google Chrome で、 Chrome の画面右上の点点点を押すと、ここが Google Chrome の設定画面のところに行きますので、設定をします。設定を押したら、ここにサイトの設定というのがあります。これを押します。サイトの設定の中にクッキーとサイトデータあります。ここでサードパーティーのクッキーをブロックするというところが右側になってますので、これを切ります。これで OK です。では、これで設定ができましたので、もう一回変えていきたいと思います。これ設定ができると、このようにパソコンから写真を選択という形で写真を選べます。で、今回は、はい、ちょっと雰囲気を変えてみましょうか。ドン。これは、モバイルが見えません。もう一回やり直します。はい、OK ですね。はい、これでモバイルも OK なので、選択。はい、これで、変わりました。はい、ということで、今日はチャンネルアートの変更の仕方についてお伝えしました。このチャンネルでは、他にも YouTube の運営ノウハウの動画もたくさんアップしてますので、よかったら見ていってください。また YouTube だけではなくて、他の SNS やオンラインを活用してビジネスを発展していく方法も伝えていますので、チャンネル登録もしていただけると、Web 界隈の最新情報も学べます。概要欄には LINE 公式やホームページの URL も貼ってますので、よかったらそちらもチェックしてください。では、今日も見てくれてありがとう。バイバイ。